皆さんこんにちは。マルキューインストラクターの森井です。今回、新製品のマルキューさんの新製品の紹介をさせていただきます。まずですね、今年の、4月の末に発売となりました、マルキューの撥水ストレッチパーカーでございます。撥水でストレッチということで、やはり撥水力とストレッチ力をね、やはり感じてもらいたいなと思うんですけど、ちょっとね、やってみますけれども、これね、ポロポロ、これね、まあ拭いてないんですけど、これほどのね、撥水力を持った素材なんですね。で、その撥水力に合わせて、ストレッチ力ですね。このストレッチ力なんですね。やはり磯釣りっていうもの、まあ釣り全般に言えることだと思うんですけど、釣りは非常にね、やっぱり動作というかね、体を動かすと思うんですね。なのでこのストレッチ力があれば、やはりその磯とか、その一日釣りをするに至って、まあ本当にこう快適にね、釣りができるということで、やはりストレッチ素材本当にね、よく伸びますし、動かしやすい、とてもね、着心地がいいです。で、その今回私が着ているパーカーに合わせて同じく発売となりますのが、この撥水ストレッチパンツでございます。このね、撥水ストレッチパンツもそうなんですけれども、まあ、このパーカーもパンツもそうなんですけど、立体裁断、このね、特にこの膝の部分なんかをね、見ていただいたら分かると思うんですけど、こうくの字に、もともとからくの字に曲がってるわけなんですね。まあ、いわば体のこう体型というか形状に沿って作られているこの立体、ストレッチ、立体裁断加工ですね。で、こういうことで、まあ、本当にこう着用した時から本当にこう、体、まずは着やすい、それから体を動かせやすいということですね。この、撥水力、ストレッチ力、また立体裁断でね、本当にこう、非常に着心地がいいです。またですね、今度は防効果ということで、やはりこう汚れが取りやすいということですね。汚れが取れやすい、まあ、例えばその私の場合は磯釣りですけれども、その巻き餌がついついちょっとついてしまったとか、磯でちょっと汚れてしまった、そういった場合ですもですね、その、まあ、お持ちのタオルとかでパパッと拭いてもらったり、それからそのね、かえって洗濯なんかしてもらっても本当にこう汚れが落ちやすいということで、まあ、この、これからの釣りのね、シーズンには本当にこう重宝するんじゃないかなという、そんな、ストレッチパーカー、撥水ストレッチパーカー、それから、撥水ストレッチパンツでございます。じゃん。ね。これね、特にこの膝の部分なんかはね、わかりやすいと思うんですけど、両サイドのポケット、また後ろに後方にも一つポケットがございます。まあ、本当にこう、ストレッチ、撥水ストレッチパンツもね、まあ、本当これほど伸びますから、本当にね、着心地がいいですよ。そんなね、この撥水ストレッチパーカー、それから撥水ストレッチパンツ、ドライタッチのね、生地で、本当にね、本当にもう何度も言いますけど、着心地がいいので、ぜひね、これからの釣りのね、ウェアとしてお使いいただければな、というふうに思います。で、サイズも S、M、L、LL、3L ですね。の展開で、発売となってますので、どうぞマルキューのこの撥水ストレッチパーカー、それから撥水、ストレッチパンツともにですね、よろしくお願いしたいと思います。